皆さんこんばんは。ボーッと見せちゃいます2 MC の星名あゆみです。ボートレース2地元メンバー大集結ゴールデンウィークレーススポーツ日本パール賞競争、準優勝戦を含めましてここまで5日間の戦いが終了いたしました。今夜は優勝戦の展望や三重渋選手の活躍などたっぷりとお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントはさまざまな景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。今夜の解説は場内解説でもおなじみの、横綱さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてゴールデンウィークレース地元メンバー大集結ですけど、ここまでの戦いぶりいかがでしょう。そうですね、地元のね、井口選手フライング残念でしたけどね、はい、はい、でもね、豊田選手はじめね、しっかりねもう出し上げてね、練習してきてるんでね、地元選手ね結構活躍してるんでね、割とね盛り上がったねゴールデンウィーク開催だと思いますね。はい、では早速今シリーズの注目5機からご紹介いただきましょう。はい、まずは22号機こちらは豊田健志郎選手ですね。そうですね、これ初日にね、セット効果あったんですけどね、もともとね日本代のモーターなんでね、はい、問題なくね、しっかりね合わせてね、ね3日目からしっかり仕上がってね、出足伸び、周り足とね、3拍子揃った感じでね、伸び方でね結構伸び寄りで結構ね回転が多分いいモーターだと思うんでね、はい、伸び寄りで伸びもねいい感じで、今節トップクラスのね走ったと思いますね。はい、続いて春園浩太選手の38号機。そうですね、春園選手もねこれバランスよくね、伸びもつくついてね結構ねいいね、あの回転も上がってねいいと思うんでね、はい、これも伸び寄りでねいいモーターなんでね、出足回り足これも結構バランス型の伸び寄りでちょっといい感じでありますね。はい、そして65号機こちらは黒崎選手ですね。そうですね、黒崎選手ねやっぱりね、快速見るのね目を通りねやっぱりもう出し上げてくるんでね、黒崎選手ねやっぱりね、マグリタイプの選手でねやっぱ伸びがあってなんぼのねやっぱ選手なんでね、伸びつけてねしっかりね今節展示体まででね、そういったから行き足もね結構抜群な行き足あるんでね、はい、そういったから行き足伸び生かして、伸び型で結構出るモーターなんでね、黒崎選手調整ねやっぱり伸びよりねいいもう調整してくるんでね、はい、伸びはこの節抜群だと思いますね。はい、そして13号機は足立幸選手。そうですね、足立選手ねちょっと今節乗れてない感ありましたけどね、バランス取れてねこれ出足型でね伸びは大して出ませんけどね、結構追い上げも効いてね、はい、道中ねさばいてくるタイプなんでね、レースねいいレースもありましたしね、伸びはつきませんけどこれ出足型でね、今節出足は一番ね多分ねこの足立選手の13番いいと思うんでね、これ出足よりでいいモーターだと思いますね。はい、そして最後は16号機岡選手ですね。そうですね、これ岡選手ね、これバランスでね伸び型でね、結構豊田選手ね足はすることあるんですけどね、若干は負けますけどね、他のメンバーと合わせね結構出る時もあるんでね、伸びいいですしね、出足行き足、内側からねしっかりレースできてね、スタートもねしっかり決まってくると思うんでね、足的にはね、中堅上位な感じですけど、今節の中ではねやっぱり5番目ぐらいにはしっかりね足はあるかなっていう感じがしますね。はい、注目モーター5機はいずれも三重支部の選手が手にしたモーターになりましたね。そうですね、三重支部ね、やっぱり豊田選手ね、得点トップでね、しっかりしてきたんでね、足はね、豊田選手1番、春園選手とね、2強な感じはありますけどね、豊田選手、春園選手、あとは黒崎選手の、伸びね、最終日もしっかりね注目したいと思いますね。はい、以上5機にもぜひ注目いただきたいと思います。それでは12レース優勝戦の展望をお伺いしていきましょう。まずは出走メンバーです。12レース優勝戦1号艇豊田健志郎、2号艇春園浩太、3号艇荒川健太、4号艇新田雄志、5号艇岡雄心、6号艇松尾ひろむ、以上6選手オール三重での優勝戦となりました。それでは優勝戦出場選手のインタビューをご覧ください。優勝戦1号艇豊田健志郎選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずは現状船足、どんな手応えですか？全部いいです、はい。初日にセット交換があって、はい、そこからですか？いや、最初のエンジンは乗ってないので、ちょっとその機材事故というか、なんかもう変えざるを得なかったので変えたので、元の足は分からないので分からないですけど、はい、良かったです、多分。節間通してずっといい状態？日に日に、ペラがすごい最初違ったので、しっかりペラ叩き込んで日に日に良くなってますね、はい。今一番気に入っている部分というのはどういうところですか？レース足ですね、はい。では優勝戦に向けてももう特に、そうですね、気象に合わせるぐらいで、あとはもう水面状況とか見ながら、大きなことはしないです。1号艇です。ピット離れなんかはいかがですか？今日足立さん相手に持ったので、大丈夫と思います、はい。スタートの見え方は？スタートもめちゃくちゃしやすいです、はい。
ではゴールデンウィーク連覇に向けてメッセージお願いします。はい、勝ちます、お願いします。春園浩太選手です、よろしくお願いします。お願いします。まずは船足、現状どんな仕上がり具合ですか？船足はちょっと今の順位は乗り味重視で行ったんでちょっと足は落ちてるんですけど、まあ、足を起こさせようと思ったらあの乗りにくいけど足がいい状態にはできます。そのバランスがじゃあ難しい。そうですね、うん、優勝戦はどっちで行きますか？まあ今の準優ぐらいの方が好みは好みです、うん、まあ明日次第、条件次第、うん、まあ一日時間をかけてどっちにするか調整して、はいはい、まあ、内枠想定ですけれどもスタートの見え方今節いかがですか？スタート 2,3 コースあんま入ってないんで、まあ、ダッシュの方が分かるんですけど、まあはい、練習してみてですかね、はい、では最後にファンの皆さんに意気込みお願いします。はい、明日も頑張ります。荒川健太選手です、よろしくお願いします。まずは現状船足、仕上がり具合はどんな感じですか？まあ、前傾よりはマシですけど、まあ、普通あったらいいかなってぐらいで、まあ、よくはないです、はい、優勝戦に向けてですがまた大きなことは考えますか？まあ、また一からなっちゃうんでもう一番いいとこ探していきます、はいはい、ここまでスタートの見え方なんかはいかがですか？その辺のしにくさはないんで、はい、しっかりいけてます、はい、では最後にファンの皆さんに意気込みお願いします、はい、優勝目指し頑張ります、応援お願いします。新田裕史選手です、よろしくお願いします。はい、さあまずは船足ですが現状どんな仕上がりですか？ちょっと今の順位は直線が追いつかれてましたね、はい、あんま良くないですね。順位だけでした？いや、ずっとそういう感じあるんですけど、まあなんとかやってきたんですけど。どうしましょう、優勝戦に向けて。まあ、ちょっと思い切った整備してみて、まあ、どうやったことないようなこともやってみようかなと思います。時間はたっぷりありますもんね。そうですね、はいはい、その直線の部分が良くなればというところですけど、ここまでのスタートの見え方っていうのはどうですか？まあ、スタートは的確にいってるつもりです、はい、では最後ファンの皆さんに意気込みお願いします。はい、優勝できるような仕上がりに目指して頑張ります。岡選手です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは現状船足、どんな仕上がり具合ですか？序盤から、まあ、もらった時がシンペラでもらったんですけど、まあ、2日目以降は自分の調整ができてて、行き足から伸びとか回った後の足とかは、まあ、十分中堅上位はあるのかなと思います、はい、優勝戦に向けて今何か考える部分っていうのはありますか？まあ、気象に合わせてプロペラ調整するぐらいです、はい、じゃあ大きな調整はなさそうで、はい、そうです。はい、ここまでスタートの見え方なんかはいかがでしょう？まあ、来始めってこともありますけど、まあ、自分なりにはしっかり安定して全速でいけてると思うので、はい、勝負になるスタートでいきたいと思います。では最後にもう一言意気込みお願いします。はい、精一杯頑張ります、お願いします。松尾博選手です、よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦はチルとプラスの 0.5、はい、3カード、はい、準優勝戦走っていかがでしたか？まあ、だいぶちょっと直線に寄せていったつもりですけど、まあ、その分回り足落ちたんですけどなんとか1コーナー入れたんでよかったかなとは思ってます。優勝戦の調整っていうのは今どうお考えですか？いやちょっとまだ全然今のままでいくことはないです。あんまり魅力がなかったんで。もっと跳ねたりもし、まあ6コースとかやったら、まあ、頑張ってみてもいいかなとは思いますけど、まあ明日枠見て考えますいろんな選択肢がありそう。そうですね、まあでもエンジン自体、まあ、勝率もあんまりないんですけどそれなりには動いてくれてるんで、まあ、十分現状でも戦える足はあると思うんで、はい、では最後にファンの皆さんに意気込みお願いします。はい、優勝できるよう精一杯します。さあ、それでは優勝戦展望をお話し伺っていきましょう。まずはね、オール三重でも6人になりましたね。そうですね、三重選手6人ね、はい、まあゴールデンウィークなんでね、うん、はい、ふさわしいメンバーだと思いますね。はい、まあ1号艇豊田健志郎選手、
そうですね、モーターね、はい、やっぱりねしっかり仕上げてね、ここまでね、まあ、危なげなくねしっかり勝てたんでね、うん、まあ、トヨタ健翔選手、まあ、中心になってくるかなっていうような、ね、感じの、ね、メンバーになってきましたね、はいはい、なかなかこう楽しみなメンバー6人が揃いましたけれども、そうですね、従属者揃いでね、はいはい、ちょっと楽しみですね。さあ、その優勝戦メンバーこの6人ですけれども、まず並びは枠番通りの並び、そうですね、うん、もうね前だけでもないんでね、松尾選手ね今日ちょっと跳ねてきたんでね、はい、明日はもっと跳ねるかも分かりませんけど、まあ、多分6コースは6コースですね、うん、はい。さあ、そしてここから1マークですけれども、そうですね、まあね、はい、まあインからね、まあ本戦ね、豊田選手、ここね、モーターね、まあしっかり出てるんでね、はい、まあスタートしっかり決めてね、まあ逃げ切り十分だと思いますね、はい、まあ足もよくね、スイート付近もね、まあスタートタイミング的にはね、そんなに速いタイミングないですけどね、スイートがしっかり行き足ね、バンとあるんでね、まあ行き足、行き足、インから先前ね、しっかり逃げてるのは、まあね、本戦になってくると思いますね、はい、まあ相手はね、2号艇の春園選手、春園選手もね、まあ今日モーター表記で挙げてるようにね、まあ、まあ、トヨタ、春園の2強な感じあるんでね、はい、ここまでコックスがしっかり差し構えての、まあ2着ね、十分だと思いますね。まあ、3の荒川選手、今節ね、スタート決まっててね、まあ、出足はあるんで、伸びちょっと足りない感じありますけどね、出足あるんで、ここ思い切って攻めればね、まあね、3着どうかなっていうところですけどね、まあ、4の新田選手、やっぱこう差しうまいんでね、しっかりここはね、あの構えて差してくると思いますしね、あと5の岡選手もね、伸びまずまずいいんでね、ここしっかりうまく出せば、チャンスあると思いますしね。6の松尾選手、まあ今日跳ねてね、3コースから曲がり出し、まあ行き足はまずまずありましたけどね、これ内がね、しっかりね、まあ、5番の岡選手も伸びいいんでね、これ強力なんでね、ここはちょっとね、攻め手にかけるかなっていう感じですね。まあでね、狙い目はね、まあ明日の天気次第ですけどね、うん、明日は若干ね、やっぱりね、天気下り坂でね、はい、まあ風がね、追い風やっぱりちょっとね、追ってくるようなね、予報もあるんでね、まあ追い風追ってくればね、やっぱりね、1のね、逃げに、まあ3が行けばね、やっぱりある程度懐開くと思うんでね、うん、まあ春園選手もね、足はしっかりあるんでね、まあ3が行って1が張ればね、2番の展開十分あると思うんでね、明日はまあ天気次第ですけどね、まあ豊田選手が逃げるか、春園選手がさばくかっていうね、展開がね、これまあね、まあ、ここはね外からね目立つもった5番だけでね、まあ新田選手、まあ見る感じちょっとねモーター弱い、うまいさばきありますやっぱり、うん、波があってうまいさばきあるさばきますけどモーター弱いですしね、まあ、6の松尾選手もちょっと弱い感じあるんで、荒川選手は出足まずまずありますけどね、ここどうしても攻めてになればね、はい、追い風吹けば吹くほどやっぱりねターン流れる時が多いんでね、しっかり流れてたら苦しいと思いますしね、まあ、あとはせい1が逃げて逃がさすか、まあ、マッチレースだと思いますね明日はね、はいはい、さあそれでフォーカスの方ですがこちらになりました。本戦124125、まあ、豊田選手がしっかり順位ぐらいスタートいければ先に回って、ね、はい、チャンスですね、はい、まあ、あと明日の天気次第でね、まあ、春園選手もねモーターいいんでね、で近況ね好調でやっぱ7点アップのね勝率しっかりあるんでね、はい、まあ、モーター力と近況のね好調者生かして、まあ優勝戦結構2着多いんでね、はい、今回こそはっていう感じもねあると思うんでね、しっかり差しさばいてのまあね差し切りをちょっとね狙い目に上げてみたいと思いますね、はい、差し切りの狙い目214215となっております。ということで、まあ、豊田選手と春園選手のこのマッチレースになりそう。そうですね、ね、まあ、モーター2強でね、やっぱ内側固めればね、はい、やっぱり逃げるか刺すか、まあ、風次第でね、ちょっと、ね、差しもちょっと抑えたいところですね、はい、ゴールデンウィークレース連覇がかかる豊田選手、それを阻止するのは春園選手じゃないかということでね、こちら本戦狙い目上がってますので、ぜひ参考に明日の優勝戦お楽しみいただきたいと思います。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ、電話投票会員になって会員登録するだけでポイントは様々な景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。さて続いては5月9日から開催予定、創刊75周年記念日刊スポーツ千鳥杯争奪戦の情報、そして合わせて全国での三重支部選手の活躍やより広い視点での情報をマンスリーボートレース土屋編集長に伝えていただきます。土、お願いします。優勝報告、2件ございます。まずはですね、4月16日の住之江で優勝戦1号艇を獲得した豊田健志郎選手が逃げて優勝を飾っています。豊田選手は2月は試合に続き今年2回目、通算17回目の、優勝となっています。続きまして4月22日の宮島優勝戦で新田雄志選手がこちらも逃げて優勝を飾っています。新田選手はですね、まあ、2月の G3 参考マキシーカップの優勝戦の1号艇だったんですが、優勝戦が中止となるアクシデントもあったため、この優勝がですね今年初となっています。昨年12月の通以来通算43回目となりました。以上、三重支部動向をお伝えしました。4月21日に行われましたプレミアム G1 マスターズチャンピオンの優勝戦は、菊池光栄選手がインから逃げて優勝を飾っています。
菊池選手はですね、45歳以上で争われる、まあ、スタジチャンピオンの年齢資格をですね、まあ、今大会から満たして初出場した、まあ、マスターズチャンピオンルーキー選手だったわけですが、まあ、自慢のスタート力を駆使して、タワットをし、名人の称号を獲得されました。以上、業界動向をお伝えしました。6日間開催で争われます次節は A1 級12名参加予定の豪華メンバーが揃ったシリーズです。中でもですね、森田俊介選手と平本雅之選手が二強形成となりそうです。森田選手はですね、昨年9月から、ね、今年1月まで戦列から離れた時期もありましたが、復帰後はですね、10節走って優勝5回と、その優勝した5回は全て予選トップ通過から準優優勝戦を逃げて優勝されておりですね、まあ、他の追随を許さずといった走りを披露されています。ツアーですね、2020年以来約4年ぶりの参戦となりますが、2節連続優勝中で通算でも8回の優勝と実績も抜群となっています。またですね、平本選手は、まあ、昨年のグランプリ優勝戦にも名を連ね、今年の SG 開幕戦となったボートレースクラシックでは準優勝とトップ戦線での活躍が記憶に新しいところですが、まあ、ツではまだ優勝がありませんので、今シリーズはツ初優勝を目指しての戦いとなりそうです。福岡勢も枝尾悟選手、新海航選手、今井隆選手、中土隆人選手と、アッセンメンバー次第ではいずれもですね、優勝候補筆頭に上がるレーサーが参戦予定となっています。枝尾選手は、クラシックで優勝こそ逃したものの、準優1号艇を獲得する活躍で、そのクラシックに出場した新海選手は今年の G1 で2優勝と若手有望株の一人です。今井選手は昨年5月に2初優勝を飾って以来の参戦で、中辻選手もですね、昨年2月の2初優勝以来の参戦と、共に2連覇がかかる一戦となりそうです。まあ、中辻選手は前回のこの2の優勝でですね、24乗制覇にリーチをかけていましたが、まあ、4月に底なめで優勝して24乗制覇を達成とですね、充実の近況実績となっています。また鈴木勝弘選手もツアー前回の2023年3月に2度目の優勝をして以来の参戦となります。鈴谷一平選手も前々回に2初優勝を果たし、前回も優勝と2で好走が続いています。その他、大場聡選手、金子はじめ選手、西野翔太選手も高いパフォーマンスで優勝争いを盛り上げてくださりそうです。地元は吉川隆人選手に期待が集まります。地元ではですね、2優勝を含む7連続優勝中と、もう安定感は抜群で、今年の勝率はここまで 7.54 と非常に高い勝率をマークされています。吉川選手のほか、地元からは中北正史選手と松田純平選手が参戦予定で、地元水面で見せ場を作りたいところです。以上、次節展望をお届けしました。さて、続いては久々の三重支部選手優勝レース一気見せということで、今回は今年3月と4月の優勝レースをご覧いただきましょう。内側から1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。優勝戦内枠5選手はほぼ揃ったスタートになっています。逃げる1号艇松井光也、2号艇春園佐下、3号艇広さんマクリズザスカ、内側から4号艇上村、間から5号艇山田、逃げる1号艇松井光也が先頭、2番手は2号艇春園が一定時間リード、この内側から4号艇上村、相当から3号艇広瀬が続く、あとは6号艇一ノ瀬、5号艇山田、スタートは正常です。2マーク1号艇松井、2番手は握っていった2号艇春園、内をつく4号艇上村が迫るが、2番手争い2号艇春園わずかに前、内側から一定審査4号艇上村が食らいつきます。
ゼロ台スタートから危なげなく堂々逃げました。1号艇松井小屋先頭で1マークに入っています。2番ター2号艇春園浩太地元勢ワンツー体系、3番ター4号艇上村俊一1二4です。この津でのデビューから約10年で待望の地元初優勝、通算では5回目の優勝に向かう松井小屋が先頭でラストマークリア。3連単1二4は人気サイド 6.7 倍です。1号艇松井、2号艇春園、4号艇上村の順、先頭1番松井小屋優勝五輪、2番春園五輪、4番上村五輪、3番広瀬6番。第12レース優勝戦、枠なり3対3で1番2番3番4番5番6番スタートしてきました。内に手がスリットやや優勢、1号艇大川に2号艇谷村です。スリット後は4コース4号艇中村も出ていくという中で、1号艇大川の逃げ、2号艇谷村差しまくり出して5号艇長野も好旋回を見せる。あとは436、ただ1号艇大川がわずかにしのいで逃げるか、5号艇長野もまだ引かぬ構えですが、ここで抑えた1号艇大川の逃げ、スタートは前提正常でした。1号艇大川逃げていきます。2番手5号艇長野と2号艇谷村の攻防ですが、5号艇長野外内は差して2号艇谷村も前を取っているのは5号艇長野。1、5、2、1番、5番、2番でレースは2周目に入ります。2番手争いわずか1停止差、外から5号艇長野、僅差の3番手2号艇谷村、後方は463、2番手は5号艇の長野、そして3番手が地元2号艇谷村、上3艇は1、5、2、1番、5番、2番で最後の向こう上面、3連単1号に 25.2 倍を示しております。1号艇岡雄心にとっては2021年の6月尼崎以来、3年ぶり通算は20回目の優勝は目前、トップで最終ターンマークです。2番手は5号艇の長野総志郎、3番手2号艇谷村和也、1号に1番5番2番で第12レース優勝戦は間もなくゴールを迎えます。1着1番岡優勝のゴールに、2着5番長野ゴールに、3着2番谷村ゴールに、あとは4番の中村。さあ今回の混戦メンバーシリーズを制するシリーズのナンバーワンは一体誰になるのか。第12レースの優勝戦、インコースから1番2番3番4番5番6番枠なり5対11秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースからしっかりと1号艇の豊田、そして2号艇3号艇スロー勢出ていきます。まず逃げる1号艇の豊田をまくっていった、3号艇届かず、そして2号艇4号艇5番6番でバックスイッチ、準優の再現でここ1号艇の豊田が見事なイン速攻を決めて早くも抜け出して、そして2番手には3号艇の森が上がってくる。わずかに2号艇4号艇が並んでいまして、あとは5番6番接戦状態、なおスタートは正常でした。第2ターンマークトップ抜け出した1号艇の豊田が隅の上初V へと向かっています。2番手3号艇追っつけて2号艇、そして4番6番と回っていますが、3号艇の森高が2番手をキープしています。3番手集団に今度は4番2番5番と固まって、わずかに4号艇の石田が上がってまいりましたが、2号艇5号艇が控えていまして、2周目で第1ターンマーク、3番手ラスト4号艇の石田貴弘、最後のバックスレッテと入ってまいりましたが、ここも上位が1号艇3号艇4号艇、これで1号艇の豊田健志郎ですが、今年2回目、ここ住の家では初優勝、自己通算では17回目の優勝、今回のシリーズもシリーズリーダーの優勝で住の江2度目の優出、見事住の江初優勝。2番手3号艇、3番手4号艇で1号艇豊田健志郎が人気に応えてしぶき杯競争優勝で間もなくゴール。先頭1番ゴーリン、3番ゴーリン、さあ3番手争いになっていますが、逆転か、2番4番接戦でゴーリン、5番ゴーリン、6番がゴーリン。第12レース優勝戦、進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。うちの4艇揃いました。コースタート角から4号艇の前田が出てきますが、少し止められていく。逃げる1号艇の新田をまくってきたのは3号艇塩田ですが、届かない。差しのハンドルは2号艇岡村、あとは4番5番6番でバック側ですが、さあここは逃げました。先頭は1号艇の新田雄志、リード4艇進で、2号艇岡村、2番手雄星も外から3号艇、内から4号艇が迫ってきています。スタートは正常でした。2マークの2次から4号艇が先に回っていく。差し返す2号艇3号艇でホーム側に帰り、2番手は2号艇の岡村圭太、リードは2停止、3番手は3号艇塩田優勢ですが、アウトから4号艇前田が並んで、その後ろは少し水が空いて5番6番追走。1号艇は新田雄志、2番手は2号艇岡村、3番手は3号艇塩田で、上位の体型は1番2番3番です。さあ SG や G1 を含め今回11回目の優勝でした。ここ宮島は意外にもこれが初優勝です。1号艇新田雄志、
今年はこれが初 V、 通算では SG3 回、G1 3回を含む43回目の V ゴールが目前。ラストコーナーから最後の直線コース先頭で戻ってくるのは1号艇新田裕志、第12レース先頭1番新田、今優勝のゴールイン、2番ゴールイン。4選手の優勝ご覧になっていかがでしょうか。そうですね、その選手もね、インカー逃げでしたけどね、まあ、インカー逃げるということはね、予選道中しっかり走れてるということなんでね、はい、まあ、人気に背負ってね、しっかりインカー逃げる、まあね、どの選手もね、まあ、ね、近況ね、工場の選手もいるんでね、うん、はい、まあ、インカーしっかりスタート決めてのね、逃げ切り、まあ、イエスでしたね。はい、はい、三重選手の活躍ますます期待したいです。ポイントを貯めてさまざまな豪華景品と交換、ツポイントクラブ。電話投票会員になって会員登録するだけでポイントは様々な景品に交換することができます。ツポイントクラブ、ぜひご入会ください。さあ、ゴールデンウィークレース、明日はいよいよ優勝戦が行われます。優勝戦メンバー、今シリーズはオール三重がのメンバーになりましたね。そうですね、三重支部選手ね、はい、まあ、しっかりね、予選道中頑張ってくれたんでね、うん、三重支部選手ね、6名楽しみですね。はい、なんかいつもはあの他府県の愛知や静岡の選手が入ってたりするそうなんですけれどもね。そうですね、オールメイね、まあ、珍しいんでね、はい、明日はね、ぜひね、ご来場いただきたいと思います。はい、地元メンバーが意地を見せつけて、優勝戦6選手オール三重での戦いとなりますので、ぜひご期待ください。そして明日は場内でイベントもございまして、私が司会を務めさせていただきます、目指せボートレース2ウィン予想公開&初心者講座が行われます。松村香織さん、島村ひとみさんが、ご来場になりますので、よかったら本庁にね、足を運びいただいて、イベントもお楽しみいただきたいと思います。さあ、今日の解説は横綱さんでお送りしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さようなら。